はい、広島県廿日市市のわんぱくの森にやってきました。ハルト君がアスレチックしたいって言うんで、ハルト君、はい、あそこでアルコールだ。で、今受付をしてきました。このなんか点数表があるらしい。はい、点数があるんだ。うん、はい、はい、はい、じゃあ行きましょうかね。なんか止まるのすごいね。やり方なんか違うよね。絶対トマトが作ってこれ。言い訳させてください。はい、ここにね手が入んないの。悔しいな、負けたくないんだよ。おお、ハルト成功や。前3点、後ろ5点。トマいけるか。いける。進め。渡れ。お腹が重かったです。ですけどね。羽を鳴らすとこと。みなたびチャンネル。今日はね、4連休なんでね、人がいっぱいいます。なんか止まるのすごいね。やり方なんか違うよね。絶対トマトが作ってこれ。おー、ナイス。これ子供専用。言い訳させてください。はい、ここにね手が入んないの。お腹の手が入んないの。ここに棒つかめ。悔しいな、負けたくないんだよ、ハルトに。まあいいんじゃない。行け美奈子。負けた。頑張れ。あ、ハルトぶつかったやん。おお、ハルト成功や。おお、ナイス。前3点、後ろ5点。2点差か。後ろ向きでいくか。いいね、決めろ。後ろ向き。後ろ向きでいって、やっぱり何につっても動くか。なんとか通れるね。ハマってる。何やってんだよ、お前。ハマ一番無理だよ。体でかい。え、それも後ろ向きなの？いや、そりゃ上向きだから。それ前向きだよ、お前。上向きなんて。で前に進むんだ。スピード関係ない。そうそうそう。あ、すごいすごい。ね、すごいすごい。ね、まずぶら下がる。ああ、途中までだな。トモはいけるか。ずる。いやでも。ずる。進め。渡れ。ね、この人ずるい。これ。でも全部いけないよ。ほら。はい。お腹が途中まで。お腹が重かったです。お前全部できるの？あ、全部いけんじゃん。すごい。お、やったー。でも3個行くしかないと考えて今。ほっほっ。足が3本。え、これね、2本でしょ今。3本だよ。なんでだ、最初スムーズだったのになぜかスムーズになってない。脳が登りやすい。ほら、デスキュっぽくない？全然。え？なんだそれ。あと取ってよ。はい。あああああ、むずい、足が入らん。はい、羽を鳴らすとこと。もうこれやられんかな。オミは？オミ。なんか、行けよ。あー、無理。見た目より難しいんだね。いやー、死ぬ死ぬ。こんなん終わったよ、終わった。じゃーん。結構登ってらっしゃる。
おお、すげえ。五点やみの子。取るわ。いいよ、話いいよ、持ってるから。すごい、ハルト鳴らした。まだ鳴らしてない。ちゃんと鳴らせやろ、ちゃんと鳴らせ。オッケー、オッケー、降りてこい、降りてこい。俺が一番感動。めっちゃ欲しいな。靴脱ぐだ。おっ、イエーイ。5点だ。はい、行ってきました。結構ね、でここがね、受付です。受付と休憩所がある。とあとあそこにシャワー室とかコインランドリーとかもあって、汚れても OK っていう。近くにキャンプ場があるから、この売店でなんかキャンプ用品をね、いろいろ売ってます。はい、というわけでアスレチックの休憩所です。本がいっぱいあってちょっといいところ。はい、でアスレチックの合計点、トモが110点、ハルトが115点で、ハルトの勝ち。最後の髪の足はラッキーだった。だね。どうでしたか？疲れるけど超楽しい。途中ナマケモノぶら下げとか無理なのあったけど、まあ楽しかったね。だけどこの休憩所で飲み物を買ってから行った方がいい。そうだね、途中で喉乾いちゃったね。うん、トモさんはどうでしたか？圧勝だと思ってた。舐めてた。舐めてた。噛んでやろうと思ってた。噛んでもらいたかったわ。なんかね、幅広いと思う。こうちゃんと大人が勝てそうなやつもあるし、子供が強いのもあるから、全然40はちょっときついかもしれない。30後半中盤までは楽しめると思います。ああ、ブスってね、ちゃんと靴があればね、できたわ。靴見つかったらまた来るか？来ないとね。私は靴をなくしました。ピタあるあるかもしれないね。いやいや、どこかで靴をなくして軽だからだと思うけど。そうか、みんな靴一足ずつなくしたね。うん。はい、わんぱくの森楽しかったです。またねー。